はい、ゆかりんですよ。昔々あるところにゆかり王国のゆかり姫がおりました。姫がお花畑でお花の冠を作っていると、花畑の奥からどんぶらこどんぶらこと大きな蜂がやってきました。こわっ、大きな蜂こわっ。姫がすごい運動神経で華麗に蜂をかわすイメージトレーニングをしている間に、蜂はまっすぐ飛んできて姫の頭にガッチーンと激突しました。それを見て一緒にお花を摘んでいた猫さんが姫の頭にできたタンコブにあたふたしていると、とても悪い正義の魔法使いがやってきて言いました。さあ皆さんご一緒に、せーの。少し頭冷やそうか。魔法使いは全力全開の魔法でタンコブのできた頭を冷やしてくれましたけれど、なんということでしょう。良かれと思ってかけられたその魔法には、それはそれは恐ろしい呪いの副作用が。ニコニコでおでこに肉って書かれる呪い？いえいえ、そうではありません。じゃあモンハンで常にアイルーが料理を失敗する呪い？いいえ、それも違います。その呪いとは、夜な夜なデスメタルを歌わないではいられないようになってしまう呪いなのです。それ以来、真夜中のお城では国民を集めて姫を称える呪いの宴が行われているとか。そう、今まさにその宴が始まるのです。